はい、キャプテンアンスのバイブルトークです。えー、今日は一、えー、月の二十二、三、二十二だっけ。ねえー、新明記五章の二十二から三十三までです。はい、新明記五章。今日もですね、ちょっとその読み方として、えー、気になる動詞というのを中心にやっていきたいと思います。さらに、今日はですね、気になる動詞を。 見てでもそれをねヘブロ語で調べると実は違くねっていうね、まあまあ、ニュアンスがちょっと微妙に、あのー、広がりがあるっていうのをちょっと見てみたいと思いますけども、まあ、それ以外もあるんですが22これらの言葉を10、ね、回10回これらの言葉を主はあの山」で「人雲」と暗黒の中からあなた方の集会全体に大声で告げられた。 他のことは言われなかった。そして主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けてくださったってありますけどもここちょっとここでねちょっとあれなんだけど「他のことを言ったよね」っていうねいや実会のほかにもすんげえ長々とレビキとか全部、ね、言ってることって立法って実会が全てじゃないから言ったよねっていうか「モう五章の中のねあの多くはその神様の言葉ですよねっていうねこれこれブロックロジックでもあるんですね。 他のことは言ってねこれしか言ってねえって言ってるんですけどもこれはそこが一番大事ですよっていう意味で私も時々言います多分日本人の親父とかね言います「そんなこと言ってねえ」って言ってる言ったよねって神様言いますよね「私そんなこと言ってません」とかね「私にの捧げ物持ってこい」とか言ってないとかってどっかで言ってますけども言ってます言ってますけども大事なことここが大事っていう時に結構こういうね、暴挙に出ますと。 論理的に見た時に確かに言ってないあなた方には言ってないって言ってことは言ってないのこれここまで十戒回まで言った時にこのあと出てくるんですけども他のねイスラエルの民が怖いからこれ以上ちょっとあの勘弁してってなっちゃったんですよ。であとはあとは自分たちもうね見たり聞いたりしたら死んじゃうからあとはモーセが間に立ってモーセが代表で聞いてくださいって言って十戒回より後の話はモーセしか聞いてないっていうねこの山の上でそういう事実もあるのでこれ両方の意味でまあ 他のことは言われなかったってどっちにとってもいいと思いますけどもそういうのがあります、えー、でこのあとねその、あのー、まあ人々がイスラエルの民が「いや自分たちはちょっとモ、あのーセ、ね、に任せますから」って言って、えー、それを私たちに告げてくださいってことを、まあ、その後ねね27ぐらいまで、えー、言ってます、えー、で28「主はあなた方が私に話していただきあなた方の言葉を聞かれた」 主は私に言われた。私はこの度があなたに話している言葉を聞いた彼らの言ったことは皆最もであると、ねまあ、そ,それでいいでしょうというふうに言って結局その後はモーセが全部聞いたという話ですね。で29彼らの心がこのようであっていつまでも私を恐れ私のすべての命令を守るようになってほしいそうすれば彼らもその子孫も永久に幸せになるということで、えー、ここでは恐れという言葉これ「ーレれ」なんですけども「ヤーレれ」という言葉なんですけども恐れ あの怖がるんじゃなくて異形ののですね異の恐れでこ,こ,のこの29の中にこれ親心というかねこれ理由ねなんで恐れてほしいか、ね、人々にイスラエルのために私を恐れなさい私の命令を守りなさいその理由は俺偉いからとかじゃなくて、ね、恐れてほしいとか注目を浴びたいとかじゃなくて後ろに書いてますねそうすれば彼らもその思想も永久に幸せになるから。 彼らのために私を恐れこの命令を守るそれがあなたたちのためになりますよこの親心が私たちは分かんないですね分かんないですよね、あなたのためだからとかって言うんじゃねえとかってそんな風に言うんですけどもでもこれは本当に神様があなた方のために言っても分かんないですよあなた,があなたのためにって言っても分かんない人たちにでも私を恐れ命令を守りなさいっていうことを言っているわけですね えで31しかしあなたは私と共にここにとどまれ私はあなたが彼らに教えるすべての命令すなわちおきてと定めをあなた方に告げようえ彼らは私が与えて所有させようとしているそのうちでこれを行うのだということでここはじゃあ「とどまれ」と「告げよう」というところをちょっと見てみますけども「とどまれ」「私と一緒にここにとどまれ」「あなたは」なってるからちょっとまあねあれなんですけど「とどまれ」がこれ「アーマド」ってって「立て」っていう意味立ちなさい」。 ここにとどまりなさいつまり立ってそこに踏みとどまりなさいこれとどまれっていう言葉にあの情景が浮かんでくるんですね立てそこに立ちなさいとど、ね、まるっていうだけだとなんかあそこにとどまるんですねってこう抽象的なんですけども私この「立て立ちなさい」っていうふうにその情景が浮かんでくるとなんかすごいとどまるのがただねそこにぼーっといるんじゃなくてそこに。 苦難があっても試練があっても踏みとどまって立ち続けるっていうそういうイメージが湧いてきます。で「あなたに告げよう」って言葉ですけどもこれは「ダーバール」って言葉ですね。言葉。神の言葉。ダーバール。言うとかっていう言葉も使うんですけどもダーバールって特別な意味があって神の言葉は私たちの言葉はあの地に落ちるんですよ。嘘なんですよ。 その通りにならない。でも、神様の言葉は必ずその通りになるっていう。そういうこうイメージ意味があります。ね。起きてと定めをあなた方に告げよう。ただ言ったんじゃなくて、本当にもう絶対になくならない。命の御言葉をあなた方にダーバールとして告げるっていう。そういうね。意味があります。32。あなた方はあなたの方の神主が命じられた通りにお守りを行いなさい。また、できまた写メール行いなさい。右にも左にもまっそれてはならない。 えー、あなた方の神主が命じられた道をあくまで歩み続けなければならないこれ右にも左にもっていうのもねあのよく表現であるんですけどまっすぐねまっすぐ進むっていうのがあのここ出てきませんけどもそういうあの神様の道をまっすぐ主の目にかなうってですねあの主の目にまっすぐ、えー、で歩みなさい歩み続けなければならないあなた方が生き幸せになりあなた方が所有するその地であなたの日々が 長く続くようにするためであるこの所有するあなた方がそこを所有しますでもこれがねやらしゅ。ただ所有するんじゃなくてオキュパイとかね英語で言うとね攻め取る占領するって意味があるんですよこの言葉にはこれあの旧約のこの、えー、吉明とかねあの辺出てくる共通の言葉に占領するんです 神様はくれるのものを「はいありがとうございます」ただもらうんじゃなくて私たちが自分の足で自分の力で占領するっていう側面があるってことがすごく大事なことだと思います。「神様全ておゆだします全てお願いしますあとはよろしく」じゃなくて私たちの側にも占領する信仰において行いにおいて、えー、私たちがやるべきことがあるっていうふうに私は思います。あのそのままででででいいいいんんすすよよ何もしななくくてては 信仰という土台の上に神様に力をいただいて強く惜しくあるのも自分の力じゃありません。でもその力を持って、その信仰を持って、イヤーラッシュ。えー、大事な言葉だとね、自分は思うんですけども。えー、ということで、えー、またね、続きを、えー、やっていきたいと思います。それではまた、ごきげんよう。